塚から深いところ、安西折り返す、垣田落として鈴木優真かわして、もう一度垣田、難しいボールよく合わせました。垣田よくボール動きましたね。このピッカの鈴木優真のこのアイデア見事ですね、はい、ペナルティーエラーの中でね、シュート打つような振りしといて、相手を滑らしといて、なお樋口